よろぶんアニョアセよ。例文で覚えよう。９回目です。今日も一緒に声に出して練習していきましょう。今回は普通の何々、平凡な何々と言いたい時の表現です。動画の後半では韓国語の会話で使えるちょっとしたヒントもお伝えします。今日の例文はこのような会話です。ユミさんはどんなお仕事をなさっていますか？ 私は普通の会社員です。このように言いたいとき、韓国語ではどのように言うでしょうか普通の会社員の普通のの部分に注意しながら、皆さん一度韓国語に訳してみてください。それでは一緒に確認しましょう。今日はこのような文章です。y ミ氏 i 市の무슨일を하고계세요 内容を確認していきましょうまずは一つ目の文章の発音から見ていきます。この部分は自然な発話スピードで発音するとこのように発音します。これは2つの単語の間で起きた二運挿入という発音変化ですね。また意外にも難しいのがの「弓死」の「死」。 という発音です平音のしとしっかり区別するような意識を持って発音しないと弓子のように少し弱々しく平音のしに聞こえてしまいますしっかり区別しましょう平音と脳音の発音の違いがわからなくなってしまった時は日本語に置き換えて練習するといいですよあさりとあっさりどしりとどっしりこのどっしりという時のしこれが 氏の氏となります「どんなお仕事」の「むすの部分は「おっとん」という風に入れ替えることも可能ですただし「むすん」と「おっとん」ではややニュアンスに違いがあります。というと相手がどのような仕事をしているのか全くわからない状態で「どんな仕事をしているんですか?」と聞く時のニュアンスです。 おっとんにるはせよというと相手の職業が分かった上でもう少し具体的な仕事内容を尋ねる時のニュアンスになります。はごけせよははごいっそよその尊敬表現ですね。この時に「肌」の部分だけを尊敬表現にして「はしごいった」「肌」と「いった」どちらも尊敬の形にして「はしごを消しだ」 このように言うのは意味は通じますが不自然になりますので「ハごけしだ」の形で覚えておきましょう2つ目の文章「普通の会社員です」は「平ょんぼフェサザオニエヨ」というふうに訳しました「普通の」の部分を直訳式に「ポトンへ」とはあまり言いませんのでここは注意しましょう「平ょんぼの「平ょんぼだ」 発音にも気をつけます。特に1文字目「パッチン・イウン」の発音はよほど意識しないとパッチン、ミウの発音に変わってしまいまいす。できているつもりでも無意識のうちに2文字目の「ポー」の影響を受けて1文字目の「パッチン」の発音まで変わってしまうということが本当によくあります。ぴょんとしっかり響きピョン!」としっかり響ききってから。 2文字目に移るようにそのような意識で読んでみてください。平凡だは平凡だという意味ですね。普通の会社員、平凡な主婦以外にもありふれたや地味なという訳にも使えますので覚えておくと便利ですよ。ここで会話のヒントです。何か質問を受けて質問の意味は分かったのに とっさに単語が思い浮かばなかったり、慌ててしまって、落ち着いて答えることができなかったりした経験はありませんかそのような時に、質問をされてから答えるまで、ほんの少し時間を稼ぐことができると、とっても便利です。というふうに聞かれたら、そうよ。私ですか어저는요あ、私はですね。어저는회사フェザ요ニ ああ、私は会社員です。このような簡単な言葉を挟むだけで、韓国語の会話らしさも出ますし、落ち着いて答えるための準備もできますね。それでは声出しタイムです。3回読んで覚えてしまいましょう。いきますね。しーざく。Yumi しーぬいる、はごけせよ。ちょぬん、ぴょうぼまん。 회사원이에요 유미씨는 무슨 일을 하고 계세요? 저는 평범한 회사원이에요 유미씨는 무슨 일을 하고 계세요? 어 저요? 어, 저는 평범한 회사원이에요 시이리と声に出して練習しておけば 이자という時に 慌てずに自信을持って 会話することができます요 ではまた次回の動画でお会いしましょう。오늘도행복하세요